さあ俺は帰ってきた、この舞台に。いやーちょっとエスカマリのね、強化までにクリアすることはできなかったね、残念ながら。はい、というわけでこちらご覧ください。エスカマリね、リーダースキルが強化されましたね。はい、まあ変わったのがね、 60% 軽減が 65% 軽減変わっただけとね。まあもう旗から見たらね、全然大した強化じゃないと思うんですけど、ただね、パーティー構築をね、ちょっとこれによってね、大きく変えまして、はい、まあご覧の通りです。もうチャコル軽減に頼らずとも、まあ、対等にね、殴り合えるようになったわけですよ。まあこれはね、結構でかいと思う、普通に。うん。で、まあ結果、まあ具体的にね、どう変わったかと言いますと、メンバーがね、ちょっと変わりまして、まあチャコルと、あと誰だっけ？あれ、誰入れてたっけ、俺。あれか、あれだというか。普通のアルラってね、これをだから正月アルラというと、まあ、濃姫に変えたと。はい、でもアシストはね、まあ、ご覧のような感じです。エスカマリがボンタ君で、で濃姫アマコズミで、アルラというに、戦国武器で、マリクに伏黒武器で、セシリアが、まあこの辺は同じか、セシリアとエスカマリはね同じですね。まあちょっとこれでねやってこうや。まああのね、まあ、安定感はねもうかなり増したはず。火力も上がったし、何よりね、軽減ループに頼らなくて良くなったと。まあそこはね、結構でかいと思う。やっぱそこにさ、一枠使うのと使わないの とじゃね、やっぱ違うもん、本当に。OK。まあ、なんか、つべこびやずね、さっさとやりましょうか。で、アメミナね、まあ、バルディンよりかはマシだ。いやー、でも、目覚め弱気されるんだよな、こいつ。ちょっと、あとね、どれぐらい削るかも分かんないから、一旦ね、闇3セットで、あ、4セット入っちゃった。まあこれで一旦牽制、ああ、そんな入らんね、やっぱ。で、そう、こいつ目覚め上書きしてくんだよね。だるい。非常にだるい。ただ、闇目覚めのタイミングとかでなんか仕掛けてやれば、結構、良さげじゃないかな。ちょっと相変わらずね、エスカマリはね、やっぱスキルで回復消しちゃうからさ、なかなかこういう場面でも使えないのがもどかしいよね。わあ、硬いな、こいつ。で、まあ、おそらくこの次、まあ、闇目覚めなんですよね。そのタイミングだよね。そのタイミングで仕掛けたいよね、やっぱり。まあ、まだね、スキルはね、いっぱい溜まってますから。はい。まだ余裕はある。で、もうね、今さ、机の上にね、追い打ち忘れるなよっていうね、まあ、胸のことを書いた、そのね、紙をね、置いてるんで、追い打ち忘れは絶対ね、しないように。まあ、気をつけてますんで、はい。さあ、ここよ、ここ。ここで闇目覚め入るから、ここでなんかね、その、ね、スキルダメというか、そういうのやろうとして、なんか落ち込んでね、死ぬっていうのはあり得ると思うんでね、普通に。ここなんですよね、注意すべきは。で、まあ、さらに言うとね、今これ闇欠損してるから、まあどちらにせよね、ここはスキルを使わざるを得ないというわけですよ。ね、まあ誰を使うかなんだよね、ここで。この次、あれだよね、グレモリとかだよね、グレモリ、イルム、グランディスだから、ここね、ノーヒメかエスカマリなんだよね。アルラトはね、ちょっとこれ、威嚇がね、顔面のフロアで多分使えると思うんで、ちょっとこれ取っときたいんだよね。うん。ここ、どうしよっかな。うわ、悩みどころだな、ここ。まあでも、先の姫かな。うん、先の姫だね。うん、やっぱ、エスカマリのね、スキル、こっちの方がね、やっぱ強いから、ちょっとこっちは取っとこうじゃ、強い方はね。で、ここは、多分、発狂もね、多分耐えれるはずだから、まあ、ここ追い打ち最悪組まなくてもいいけど、まあ、一応組んどこうか。さすがにね、激減張ってればね、耐えれるはずよ。まあ、だけど、ちょっとね、うん。一応ね。一応念には念を入れて。あ、ほら、こうやってなんかね、すごい、ね、変なパズルするからさ、俺も。OK。まあ、多分これはね、いける。これは倒せる。あ、でも待って。いや、俺ちょっと今ミスったな。ここエスカマリ先使えばよかったな。あ、グランディスか。オッケー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 。ナイスナイスナイス。いや、ここグランディスマジでかい。
ガードブレイクね、濃姫持ってるんで。いや、待って、グランディスでかい。ちょ、待って。おい、これクリアするぞ、俺。マジで。おい、この回で決めるぞ、俺。おい、グランディス引いたぞ、ここで。お、これ勝てってことじゃねえかよ。やばい。これはやばいぞ。だってこれでね、削れますもん。いや、これマジででかい。本気ででかい。しかもこいつは超根性だから追い打ちを組まなくていい。いや、最高かよ、お前。なあ。いや、最高すぎるんだけど。最高すぐる。そう、このパーティーにとってさ、あの、グレモリーもイルムもね、両方ともやっぱ結構厄介なんだよね。マジで。おい、これもう勝つしかないでしょ、こんなの。マジで。わ、いいよ、いいよ、悪くない、悪くない。いいね。フェンリル悪くないよ。で、こいつはね、どうしようかな。こいつ確かあれだよね。削らなかったら、回復激減だよね、確か。どうしようかな、これ。で、削った場合は、向こうを張ってくるんだよね。まあ、どの道このパーティーって無効感つくまないと火力はそもそも出ないから、まあ、どっちでもいいんだけど。まあ、でも、あ、どうしよっかな。いや、ここちょっと悩みどころだな。これ、先削るべきか、どうしよう。そう、回復現象はね、濃姫で一応対策はできるからね、そこはいいんですけど。難しいな。これどうしよっかな。っていうかさ、ここちょっとさ、マリク空打ちしとくか。ちょっとこれ裏のスキル溜まりそうで怖いよね。これ使っとこう。ここ一旦空打ちしといて。あ、まあ、なんでもない。ここどうしよう。いや、待てよ。ひとまずセシリア使うわ。攻撃現象はちょっとあらかじめ解除しとこう、これ。オッケー。これ解除しといて、まあ、ちょっと一旦あれだな。一旦闇2コンボ。そう、あの、回復現象はね、一応、濃姫のスキルで対応できるから。あー、まあでも、あー、どっちがいたのね、もうわかんないや。あー、この削りは、これあれだな。ダメージ無効貼られる方のやつだな。まあいいや、ちょっとひとまずここでじゃあエスカマリ使います。オッケー。ここで確かダメージは飛ばしてこないはずだから。ちょっと待ってね。あ、ただちょっとこう闇取っときたいな。ちょっと待って、分割下手くそすぎん。いや、分割下手だな、俺。マジで。OK。多分ダメージ無効貼ってくるよね。ですよね。さあ、こっからですね。OK、OK。アルラトゥーンもあと3ターンで威嚇溜まるんで。ここね、そうだよね、無効感組まないといけないんだよね。難しいね。色の確保が大変だな。まあでも、ひとまずここはちょっと、あれだ、2セットで削りつつ、ちょっと耐久だ。いやー、やばい。ついにここまで来ちゃったよ、本当に。エスカマリで。いや、すごくない？マジで。いや、ダメージクソでけえし。まあ、ただ回復力ね、このパーティー高いんで、普通に。殴り合いはね、全然できますからね、このパーティーでね。まあ、最悪、あれだな、エスカマリのこのアシスト。もうなんか発狂入りそう、発狂ライン。うわー、もう入りそうだな、これ。そう、最悪このエスカマリの、これを使うまである。うん。いや、クソむずい、ここ。まあ、次、セシリア溜まるし、まあ、ここは、じゃあ、ちょっと怖いから、こいつ発狂ライン 15% ね。結構もう、近づいてるから、ちょっとここさ、一旦、これ使うか、濃姫。一旦使って、危な、結束するとこだったな。一旦使って、いや、使う必要あったんかな、これ。まあでも、まあいいや、いいや。うん。一旦使って、まあ、これで発狂耐えれる、発狂ライン入るんだったらもう入ったで、もうその後ね、またなんかすりゃいいし。3セット入ると無効化に
ああ、まだ発狂乱入ってないんだ。いや、ここどうする？これちょっとむずいよね、さすがに。これエスカマリ使うか。うん、これエスカマリ使えますね、ここ。いや、無効幹部色ねえし、マジかよ。うわ、舐めた盤面してんな、これ。たださ、いやでもこれさ、さすがにさ、4倍円派だし、でね、エスカマリのリーダースキルってこれあれなんだよね、コンボで一応最大倍率出るんだよね。うん、ちょっとここもういけますわ、普通に。普通に無効幹で倒しに行きますわ。オッケー。まあいけるでしょ、ここで。わあ、いいね、いいコンボ、素晴らしい。おお、すげえ、42億出てる、アルラっていうか。やるやん、お前。で、うわー、フェイスだ。で、吸収来たんで、まあもうここはさすがにアルラっていうのこの威嚇ですね。はい、これ使いましょう。オッケーオッケーオッケー、いいよ。もうフェイスはもう無難に悪くない、敵。いや、しかもさ、こいつさ、防御10億でめっちゃ高いけど、やっぱ光属性のおかげでね、なんとかなった。ここね、多分ね、ゴルケイオスが一番外れだと思う。うん、ラファエルは多分普通にワンパンできるから。いや、これ、ここの敵の引きもいいよ、マジで。いいいいいい、悪くない悪くない、全然悪くない、これ。いや、いける、これ。いや、マジでいける。いや、もう勝つしかないでしょ、こんなねえ、マジで。いや、マジで勝とうぜ、ここ。オッケー、操作短縮。まあ、ここはセシリア使えますかね。はい。これ闇2セット入ってるよね。ちょっと怖いわ。確認する余裕がないけど、大丈夫ね。オッケー。うわー、やばい。いやー、いけるかな、これ。マジで。いやー、ほんまに勝ちたいわ。ほんまに。いや、もうガチで勝ちたい。ルーレット。あれ？こいつさ、遅延やってくるよね。ちょっと待ってね。行動パターン調べてこよう。ね、この次、覚醒無効で、その次に遅延がやってくるから、ね、威嚇は、この次だ。この次のタイミングで使おう。じゃあ、OK。それでいきます。じゃあ、ちょっとここのパズルは頑張ってやろう。OK、OK。もうこれでいい、これでいい。もうこんなんでいい、こんなんで。こんなんで十分よ。ここで覚醒無効飛んできます。はい。で、この次遅延飛んでくるんで、ここでじゃあ威嚇させます。オッケー。いや、もう勝つぞ、マジで。もうここで勝つしかない。たださ、この次がさ、俺マジで一番と言っていいぐらい不安なんだけど。いや、この次のフロアマジでやばいよ、本当に。何がやばいってさ、削り切れんのかっていう話よ、このパーティーの火力で。マジで。いや、もうそこだけめっちゃ心配。で、ちょっとここは、あれだな。ちょっと場面整理しよっか。こいつもね、一応根性持ってるから、ね、こうやって、ちょっと、なんか組みやすいように、ね、こうやって色を準備するんよ、こうやって。な。オッケー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 。よし、ここで闇吸収終わったんで、そうだな。まあ、ていうか、ここエスカマリ、ああ、まあエスカマリはまだいいか。うん、じゃあ、ちょっとひとまず、まあ、スキルもね、いい感じに溜まってるんで、もうここ行きましょう。まあ、さすがにね、無効感組んだら火力出るから、まあ、ちょっとなんなら闇残すぐらいのね、気持ちでいいからね、ここは。これで貫通できるかな。うわー、倒せないんだ。うわ、やっぱ硬い。うわ、これゴルケイオスだったらやばかったね。うわ、いけないんだこれで。マジか。まあまあいい。じゃあここは
ね、色ある？一応色あんのか、どうしようこれ。まあでもいっか、もう吸収してこないから、ちょっともうここは変換とか使わずに普通にやろう。やっぱ硬いなこいつマジで。まあ確かにな、キラー刺さるのが誰や。あ、てかキラー誰も刺さらんのかこれ。アルラトゥぐらいしか貫通できない。なるほどね、オッケーオッケー。まあまあいいです、いいです、もう全然オッケー。オッケー、リュウさんね。あー、まあこれ、いやこれもでかいかも。だってこいつ HP 少ないもんね、赤のやつより。いやもうこれ勝つしかないだろこんな。おい、ここエスカマン行きます。いやもう勝つしかねえだろ。いや待って、本気で勝てるかもしれん。いやもう待って、本当にさ、1年前もうなんか絵空ごとのようにさ思ってたね、気工場クリアがマジで現実になるかもしれん。うわー、やっぱ渋い。無効管組んでもこれだけか。やっぱそうだよね。うわ、無効管組んでもこんだけしか減らないんだ。うわ、きっつこれ。まあでも、まあ12億無効か。まあまあ、ちょっとここは、まあ、ルーレットね、きついし、まあここはちょっと普通にシンプルに、平積みだな。うわ、勝った、やっぱりお前ら。マジで。マジで勝てえじゃん。さあ、これでさ、ゴンゴン言わなきゃいいんだけどね。多分絶妙だと思う。ああ、オッケー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 。まあ、引っかからなきゃいいわ。とりあえず。で、またルーレットか。盤面渋いな、色が。まあ、でも行くしかないか、そのまま。まあ、濃姫使ってもいいけど、どうする？ちょっとね、このセシディアとかさ、アルラットはできればさ、あの、こいつがさ、あの、操作短縮のギミックがあるから、それやった時に使いたいんだよね。まあいいや、ちょっとここ普通に、頑張って組もう。いや、きついな、これ。ああ、その闇落ち込む地味にでかい。あ、そうそう、これこれこれ。そう、このタイミングよ。ここで使いたかったんだよね。ただ色渋いな。いやー、ちょっと削っとかんとやっぱ不安になっちゃうから。てか、あれ、あとあれか、こいつ半分切るとあれやってくるよね、攻撃現象。じゃあここアルラトゥか。さっきアルラトゥだね。アルラトゥ使おう。オッケー、まあ色悪くない。よし。いやー、ちょっとできればここ半分切ってほしいな。それ無理、さすがに。うわ、行ってないんだ。まあ行ってないけど、この次行けるでしょ、さすがに。うん、この次行けるから、ちょっとここは操作端子食らってるけど、もう問答無用でパズル。あ、なんか意外と長いな。意外とパズル余裕があったわ。オッケー。うわ、ナイス、落ち込ん。いや、いける。これいける、この削りは。大丈夫だ、全然大丈夫だ。オッケー、ナイス。で、ここで、マリック使って、そうだ、しかもマリック使えばね、無効化できるから、ここ平積みで闇消しまくればオッケーだね。いやー、なんか下手くそコンボだな。まあ、しょうがない、しょうがない、しょうがない。まあ、ルーレットパズルなんてね、俺のルーレットパズルなんてもう、たかが知れてるから。オッケー。いや、いける。いや、これ削り切れるわ、全然。いや、マジで。おい、もう勝つしかねえだろうが、これは。ふざけんなよ、マジで。くそ。何に切れてんのかもう自分でもわかんないけど、なんか気持ちがね、高ぶってきてんだよ、マジで。やばい。おい、マジで勝つぞ、これ。もうパズルも終わってるけど、めちゃくちゃだけど、大丈夫。死ななきゃいいんだから、死ななきゃ。オッケー、オッケー、オッケー。色あるね。あ、色ない。あぶね。あー、やべえ。脳死でパズル始めるとこだった。あっぶな。脳姫使います。
あっぶねー、数え忘れマジで怖い。まあ冷静になれ、ここは冷静になれよ。絶対勝てるからな。これさ、赤の方来てたらやばかったかもね。削りきれなかったかもしれん。まあ俺のパズル次第だけど。オッケー、そこでそれね、いいよ。あと2ターンよね。あと2ターンで削ればいいんだよね。よし、じゃあここはまあとりあえずあれだって使います。うん、アルラトゥ使って欠損したら一番面白いけどね。で、しかもこれなんか盤面めっちゃ良くない？これ、わちゃここで倒すくない？あ、倒しはしないか。追い打ちがないから。ここ、無効感行きます？いや、やめよう。あー、待てよ。いや、無効感行くわ。うん、どうせ根性引っかかるけど、いや、でも、ちょっとこの次は怖い。さすがに。あ、なんかめっちゃテンパってるわ。パズルがやばい。あ、操作延長あったんだね。なんかもうなんかさ、パズルがさ、すごい見えなくなっちゃってさ、もう指が、あ、もう操作時間そろそろ終わるみたいな感じで、めっちゃ焦りが出てたけど大丈夫ね。 OK。 あー、やばい、ついに来ました。はい、ここ倒せば皆さんボス戦です。ついにエスカマリがヘキサゼオンと戦う時は来ましたよ。闇2セット入っとるね。 OK。 さあ、エスカマリでついに来ましたよ、修羅の限界制覇シリーズ最終章、気候上の絶対者。はい、ボスです。光か、光ってことはあれだね、半分切るときに脳姫使わんといけんね。 OK、 いいでしょう。ただできればね、闇の方が良かった。なぜならエスカマリのキラーが刺さるから。いやー、ちょっとここそうだな、闇の方が良かったな俺的に。まあいいでしょう、まあいいよ、関係ない、勝ちはいいんだから。 OK。 まずこれさ、どれぐらい削れるかだよね。ちょっとここをさ、スムーズに突破できないとやっぱ良くないんだよね。ねえ、マジでさ、すごくない？あ、両リーダーエスカマリでさ、気候上今ボス戦よマジで。おお、なんかいい火力出すじゃん。オッケー。ここさ、遅延できればあんまし食らいたくないから、ちょっとあえて右殴る、ここ。あえて右殴ろうかな。で、操作短縮食らってるんですけど、6.5 秒って意外と長いから、なんとかなったりするんですよね。OK、ナイス。うん、ちょっと遅延食らいたくないんで、ちょっとここあえて、右殴ります。あ、右勝った。いや、右勝った。マジっすか。じゃあ左殴ろう。このターンは攻撃飛んでこないから、ここエスカマリ使おう。わ、右硬い、どうしよう。てかさ、真ん中さ、防御重複じゃなかったっけ？あいつどうやって倒す？真ん中防御10億だよね。やばいね。まあ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 、それはちょっと今は考えないでおこう。うん。その後考えればいいだけの話や。OK。いや、てか、エスカマリのこの裏のスキル溜まってるから大丈夫か。うん、大丈夫だね。OK。じゃあもうここは気にせず、左をね、ひたすら殴ろう。OK。さあ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 、うん、なんかワンパンキリいけないのがもどかしいね。まあでも闇にセットだからしょうがないか。 OK。
でさ、こいつさ、たまにさ、なんか覚醒向こうやってくるよね。ちょっとそれやられるとマジでめんどくさいから、ちょっとマジで左な。あ、でも逆に今のとこはあれか、残しておいて逆に正解か。遅延食らわずに済むもんね。オッケーオッケーオッケー。これで何回、今2回か、これで2回目だね。オッケー、いいぞ。よし、じゃあここ闇3セットあるんで、多分しっかりワンパンできますかね、左を。でもさ、エスカマリもさ、パーティー工夫すればちゃんと火力出るんだね。いや俺さ、ちょっと正直この辺全然うまくいかないかなとか思ってたけど、全然そんなことないじゃん。あれ、なんか耐えてるし、あれあれ、なんか耐えてました、すいません。うわ、なんか右吸収ばっかやってくるやん。なるほどね、まあいいでしょう。あー、でもこいつらあれか、防御力があるからさ、